はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットでございます。10月は24日木曜日ですね。5時を回りました。もう真っ暗ですね。ドルウォンね、頑張ってるんですよ。1378、もうすぐですね、夜の部ですけども、うん、夜の部始まるまでに稼いどこかということですかね、これは。センサーがここでなあ、まあええけど、明日までありますからね。明日どうなるんでしょうね。はい、さて、ですね、ドル円でも見ておきましょうか。 152.09 と、うん、やっぱりね、円安気味、円安ですね。原油も高いやん、 72.02 と。なんでビットコインが高いのかよくわからないんですけどね。さて行きましょう。選挙でございまして、このしかし石破のおっさんってアホですね。この方は何と言いますか、人の情がわからないんですね。最高ですかね、ひょっとしたら。あの岸田さんがなんか最高っぽい感じしましたね。あの全く人の心がわからない、気を使わない、そこに、まあ、気が回らないというかですね。単純に人の情が薄いのか最高なのか分かりませんけども、まあ、同じ、あの出てくる行動は一緒なんですね。あの人がどう考えるかどう思うかということがですね、常にこの頭に入っていないわけですね。政治家というのはそこ大事だと思うんですけど、まあ、それがなくても当選できるじゃできるんですよ。特にこの石破さんとか岸田さんとかっていうのは基本2世ですからね。あの親の地盤を引き継いでるんでですね、割と当選しやすい環境にあったんで、あのいわゆる爺たちがいっぱいいるわけです、若い時は。あのお父ちゃんに仕えていた爺たちがいるんで、爺たちということを言うと、はーいって多い時はいいわけだって、いわゆる成り上がりのですね、苦労していない、ゼロから始めていない政治家ですからね。だからこそですね、あの人の情が分からないのかも分かりませんけどね。どう言うたらどう思われるというのですね、簡単なことじゃん。あの将棋では3手の読みなんですね。自分がこう指したら相手はこう指すだろうから、その次に俺はこう行くんやと、これ最低の読みなんですよ、3手の読みといってですね。それがですね、できれば将棋は少し面白くなります。それは5手も10手も読める人は読むんですけどもですね、あのその3手の読みから始まるんですよ、まずは。で人間関係もそうですね。自分がこう言うたら相手はどう思ってくれるのかということを考えるわけですよね。だからなるべく相手が喜びそうなことを言うわけですよ。僕はそうですよ。こう講演というか、この前早稲田で4時間半喋りましたけど、こう喋っていて皆さんの顔を見ていてですね、この話は受けるなと思ったらその話は続けるんですよ。あ、受けへんなと思ったらやめるんですよ。はい、じゃあって次の話をするわけですよ。で基本やん、そんな。そうでしょ。あのお金を払って、ね、僕の話を聞きに来ていただいてるわけであってですね、喜んでもらわない意味ないやんと思うわけでしょ。あるいは人と会ってもね、あのこの人は私に何を求めてるんやと思って思うと考えて、その人の聞きたそうな話ですね、知りたそうなことをですね、喋るようにするわけですよ。それは当たり前でしょ。政治家なんかもっとそれがごくごく当たり前にできなあかんのがですね、どうやらこの人たち若くして偉くなってるんでね、それができないんちゃうかなと思いますね。この報道を見てて、もうこれでもう負け確定ちゃうかと思いましたね、これ。今日の12時25分でして、石破首相報道に憤り覚える、非公認候補側2000万円支給ということで、石破茂首相は24日広島市で街頭演説し、派閥裏金事件を受けて衆院選で非公認となった候補側に自民党本部が2000万円の活動費を支出したことについて、政党支部に出しているのであって非公認候補に出しているのではない。アホ言うな、ほんまに。ようそんな機嫌をね言えますよね、ほんまに。人を馬鹿にしてるとしか思えない。報道に誠に憤りを覚えると述べた。報道を誤った見方に負けるわけにはいかないとも語った。これこういうことをね聞いた有権者がね、どう受け取るかということがなんで考えられないんでしょうね。明らか機嫌でしょ、これ。あの候補者に、個人にはですね寄付はできないんですよ。だから政党支部に出さざるを得ないわけですよ。
もちろんその人の政治団体出してるはそれは完全アウトですけど、でもその各ね、あの東京何区に全部自民党の支部があって、公認候補はそこの支部長なんですよ。だから実質的にその非公認候補に出してるのと一緒なんですよ。非公認といえども、その地区からはですね、自民党の候補は出ていないわけでしょ。じゃあ気持ちの上では公認してるわけですよ。でそこの活動費に出してるわけでしょ。高木パンツ大臣なんか、選挙には使えませんとか言って喜びそうにしてるらしいやん、ほんまに。首相が活動費を支出したに、首相が活動費の支出に言及したのは初めて。首相はこの厳しい情勢の中、自民党の公約政策を分かってもらいたいとの思いで支部に活動費を出している。選挙に使うことも全くないと説明した。これこんなアホなこと言うて選挙に使ってんのバレたらどうするつもりやろ、ほんまに。アホちゃうか、ほんまに。この自民党が苦しい時にですね、何足引っ張ってんねん。政党支部はかねて政治家の財布とも指摘されており、野党などからは偽装非公認との批判が強まっている。これで何十万票減ったでしょうね。何百万票かもしれませんね、不動票が。アホか、ほんまに。もうなんというかね、あのね、こんなやつをね、総理大臣に一日も長くしておいたらいけませんよ。もう早下ろそう、ほんまにも。まあこれで負けたんちゃうんかな、もしかして。100万票減ってなければいいですけどね、数十万だったらいいですけど、まあこれでどんだけ減ったかは分かりませんよ。分かりませんけど、もうですね、こんなことで増えるわけないでしょ。でこれ時事 .com 読んでますけども、多分おそらく全てのメディアに載るでしょう。もう朝日とか毎日とか東京とか大喜びちゃうの、これで。ほんまに。あのまあ今時ね、あのあんまりその新聞読んで決めるという人もいないとは思いますけどね、なんちゅうアホなことを言うてくれてんやろという気がしますね。いやー、やっぱりこれね、やっぱ人の心がわからないんですよ。あの情が薄いというか、なんでしょうかね、あの要は人間が分かっていないわけですよ。なぜかとよく分かりませんけどね、最高かも分かりませんし、もしかしたら単純に坊ちゃん育ちで苦労していないから分かっていないのかもしれません。あの政治家、日本の政治家っていうのはね、中国の政治家と違って一般人を相手にして一般人から支持されなければいけないんですよ。だから一般人がどう考えるか、選挙民がどう考えるかということに関してはもうちょっと気を使った方がええんちゃいますか。お二人とも、岸さんも石破もご自身が選挙と苦労がないからそういうことを言えるんでしょうね。ほんまによう言うてくれるわっていう話ですわ。はい、一応この G.com の、あのアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。